西三木林の演奏風景西三木林は、起源、流派は不明であるが、江戸後期頃から、埼玉県入間市西三木に伝わる祭り林で、地元の金子神社祭礼、入間満、明かり祭りなどで、主に演奏されている。近年は特に隣接都県にはない祭り林として、大変有名である。2004年に入間市シテム系民族文化財となっており、 現在この祭り林を当時から河原の型で継承している団体は地元の西三木林連のみである。西三木林は毎年4月の最終土日曜日の金子神社祭礼で演奏される。金子神社のご祭神は祖三ナルソンであり、祭礼当日は御腰や櫓、出汁が西三木、三木台を回り盛大に行われている。と称する底抜けでは、 祇園林が演奏され、出汁の上では五人林が演奏される。よって、西三木林は2種類の祭り林が伝承されている。また、木有りも伝承されており、祭礼当日に行われている。現在では、西三木林連により、金子神社祭礼のみならず、イまん明かり祭りや老人ホームへの慰問等、様々なイベントで披露されている。また、小学生、 中学生にも指導を行い後継者の育成にも力を入れている。西三木林は2004年6月1日に入間市指定向け民族文化財に指定されている。西三木林の起源の流派は明らかではないが、江戸後期頃に始められた祭り林が、明治初期に相模国から伝わった祭り林と掛け合わされ独自の林になった説、また、 古老の区伝によると、江戸後期頃に、相模国から金子村へ訪れた、一子と名乗る神楽氏から習い伝えられたとの伝承も、ある。西蜜木林は、現在まで、地元住民により大切に守り伝えられている。西蜜木林を、古老は、旧林と称し、入間市内は元より近隣する他の祭り林にはない、非常に難しくとても威勢の良い林である。 それだけに祇園林を含め非常に珍しい林としても大変有名である。また地元住民はどこからも伝播していない特有の祭り林としても誇りを持っている。金子神社祭礼当日には出汁が村回りに出発するとき、宇治古海及び林方が一体となりに清水流木槍を合唱する。この木槍も林と共にこの地区に伝承され、 大変古い歴史がある。昭和50年代、西三木林は、木やりと共に、神奈川県相模原市緑区津久井地区の一、団体のみへ伝播しただけで、このような、大変珍しい祭り林のため、近年金子神社祭礼当日には、遠方から足を運ぶ、見物人が絶えない。西三木林で使用する楽器とその人数は、以下の通り、 祇園林に染みつぎ林の曲目は以下の通り。以前には大間商殿の前に宮商殿という曲が入ったが、現在は伝承されていない。大間商殿、鎌倉は静かに演奏され、笛の聞かせどころとなっている。祭礼当日には、木遣りから入り、木遣りの終盤に屋台のぶっ込みから祭り林が演奏される。祇園林道中は村回り最中に、 道々演奏をされ、六辺開始とも呼ばれている。車切れは、新首書という村周りの各休憩場所で演奏され、西三次林の中でも大変賑やかな曲であり、近隣には暴れ櫓としても有名である。このように、江戸系統の祭り林と祇園林の二系統の祭り林が西三次林として伝承されている。西三次林と共に伝わる踊りは、以下の通り、 ひよとこ、大笑いを総称しバカ面と呼んでいる。ありがとうございます。